はじめましての方もこんばんは。プラモの改造のプランを練りすぎて眠れない男ゆうちです。僕は結構改造をやっているのですが、勢いでやってる場合と多少なりとも考えて切り刻んでいる場合があります。まあでも考えてもやらかすときはやらかすんですけどね。このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは重兵装型女子高生1です。1とか言われると僕ザト1が頭にすぐ浮かんできてしまいます。そんな僕の頭の中よりも早速説明書とニッパーを取り出して組み上げていきます。組み上げるとこんな感じ。パッケージ通り大きい刀とそのメカメカしい鞘のデザインがとてもかっこいいですね。そして女神デバイスやフレームアームズなどとは違い、オークスのビブラのようなスレンダー体型が大変僕好み。それではそんな僕好みのこのキットのいいところや気になる点を見ていきましょう。まずは顔を見ていきましょう。この顔、なんと目と顔が別パーツになっています。目を入れる前はちょっとホラーに出てきそうですが、はめるととても可愛い。何よりも顔の造形がとてもいいですね。続いて腕です。腕にはパーツを交換することにより刀をマウントする装甲としない装甲があります。この大きさの刀を支えていられるのかという不安がありますが、結構しっかりはまるので楽しく動かせます。ただ武器のマウントよりもちょっと肘の関節の方が気になります。この肘の関節、なんと差し込みジョイントになっています。さらにこの差し込む時のプラ棒がやや小さい気がするので、こっちの方が折れそうで少し不安です。さて今度は服を見ていきましょう。服の造形はこれまたエッチですね。少しへそが出ているのがとてもセクシー。上の服は問題ないとして、ただスカートといえば可動域、不安になりますよね。可動域はなんと腰がボールジョイントになっているため、スカートで若干可動を邪魔している分、カバーするように大きく動かすことができます。さらに短めなスカートだけあって少し不自然ですが、女の子座りもできたりします。スカートがあるのにこの可動域はとても素晴らしいですね。ただ腰を曲げすぎると後ろの腰の関節が見えちゃいけないところががっつり見えてしまうので、腰を曲げた時の後ろ姿はあまりよろしくないですね。そしてさらにスカートより下に下って足を見ていきましょう。足はとても長く、モデルのような美脚。さらにメカなハイヒールが決まっていてとても美しくかっこいいです。さらに膝関節はバンダイのビプラのように後はめなので、なんと足には合わせ目がないんです。これは素晴らしいですよね。そう、素晴らしいのだが、ここの太ももを見てほしい。ここの太ももバンドをしているのだが色がないんですよ。シールかデカールかで保管しているのかと思いきや、特にそういうものがないので、ここだけは素組みでもマーカーか何かを買ってきて塗らないといけないようです。足で唯一だいぶ気になるところでしたね。そして最後に刀たちを見ていきましょう。腕や腰にマウントしているのは全部で4本あり、全部ちゃんと鞘に収めることができ、さらに鐔の部分が鞘にしっかりはまるので動かしている時に抜け落ちたりしません。やはり抜刀できる刀はいいですよね。控えめに言ってデザインともに最高だ。そしてこの4本の刀の他に足のかかとにそれぞれ1本ずつナイフが仕込まれている。こいつ何本持ってやがんだって思ってしまいますね。ただ背中に背負う刀たちのこの紐なんですが、細すぎて何かの拍子にすごく折れそうで怖いですね。紐の代わりにしっかりした固定用のジョイントがあるので、不安な方はこちらを使うといいかもしれません。さてここまでざっくりいいところ、気になるところを見てきましたが、少し少ないですが交換パーツを見ていきましょう。後ろの髪の毛はポニーテールとロングの2種類、目と顔が分離している顔が全部で3種類、いつも通りにプリントされている顔が全部で2種類、そして手は全部で6種類あります。とまあ交換パーツもこんな感じ。シンプルでとてもいいですね。少し物足りない感があるのは確実にストフリやスサノオを作ったせいですね。完全に感覚が麻痺ってやがるぜ。なのでたまには改造などしないで少ないパーツのこのキットを塗るだけで楽しんでいこうと思うぜ。
それでは塗る前に下処理行くぜ。さあまずはいつも通り合わせ目処理をしていくぜ。足などには合わせ目はないが、肩や腕パーツには合わせ目があるため、ミスターセメント SP を使い、消したい合わせ目の部分に溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、ヤスリで表面を整えていくぜ。これを全てのパーツにやっていくのだが、このキット結構関節周りの部分がパーツとの隙間の余裕がないため、塗ったら塗装が剥げてしまう恐れが大きい。そこで関節周りには少しヤスリがけをし、塗ってパーツが太くなっても擦れて塗装が剥がれないように余裕を持たせてから合わせ目を消していくぜ。さらに刀の方も塗装をこのまますると剥げそうなので、刀を鞘に収めても剥げないように全体を少しずつヤスリで削って、塗装後気持ちよく抜刀できるようにしていくぜ。さらにプラモの宿命パーティングラインにはデザインナイフで一度カンナ掛けをし、その後ヤスリで全体を整えるぜ。最後にモールドだ。モールドが浅い部分は塗装後墨入れがしづらくなるため、ウェーブの 0.2 ミリのタガネで少し彫り直しておく。この時細かいバリや表面が荒くなってしまうため、爪楊枝とスポンジヤスリを使って表面を整えると効果抜群だぜ。これで下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装行くぜ。まずはボーンペイントのシャドープライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。次にサーフェイサーパステルピンクを使い、肌や髪の毛パーツをピンク色に染め上げ、肌パーツにはフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 をハーフに混ぜ肌に塗ります。そして髪の毛にはサンシャインイエローとコーラルオレンジを使い黄色く塗り、その上にピュアホワイトでハイライトを塗り、さらに全体をコーティングするためにクリアのトップコートを全体に塗ります。その上から色味を調整し影を塗っていきます。この影は大体大雑把に塗るため、大体はいつもこのように塗りすぎてしまう。そんな時は100均のキャンドゥで売っているメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった影の部分をこすり取っていきます。ただこすりすぎると下地の色までこすってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。塗りすぎてしまった部分をこすり取り、影をしっかりさせたのがこんな感じだ。陰影がはっきりしていい感じの髪の毛になります。そして次に服や一部走行パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使って灰色に染め上げ、その他の走行パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い真っ黒に染め上げます。その上から腕や足、鞘の一部分にはエメラルドグリーンを塗り、その上からプリズムパステルミントグリーンブルーを塗ります。よく乾燥させたその一部分をマスキングをし、メタリックになる部分にはスターブライトアイアンを塗っていきます。そして服や走行パーツ類にはパンツァーレッド、ローズディープレッド、ウォーカーブルーを混ぜ赤く染め上げ、一部マスキングをし色味を調整し塗り分けをします。紐などのパーツにはサンシャインイエローとコーラルオレンジを混ぜ黄色く塗り、そして今使った赤とイエローを使い剣の刀身をグラデーション塗装します。そしてその上にプリズムパステルチェリーピンクブルーを塗ります。刀身を塗っている間に服や肌が乾いたらマスキングをして、オキサレッド、ローズディープレッド、ウォーカーブルーを使いベルトを塗ります。さらに剣の束にはマイザーパープル、ピュアブラック、ローズディープレッドを調色し、いい感じに淡い紫色で塗ります。最後に束やベルトをマスキングし、パールカッパーで一部を金色に染め上げていきます。その後マスキングを剥がしていけばエアブラシによる塗装は大体終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずは墨入れから、タミヤ墨入れブラックを使い、剣の鞘や走行パーツに墨入れをしていきます。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。次にフラットアルミとスポンジを使い、走行パーツや鞘にチッピングを施していきます。チッピングが終わったらデカール、走行パーツやフェイスパーツに付属しているデカールを貼り付けていきます。フェイスデカールが整ったら口を描いていきます。大雑把に塗ったらエナメル薄め液で整え、口元をきれいに仕上げます。
そして口が描けたらチーク。100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。チークが描けたら最後にトップコート、クリアとツヤ化粧をハーフに混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。この眠れない男の久しぶりなコンパクトなプラモデルだぜ。いかがだったでしょうか。今回の重兵装型女子高生1は、個人的には最近ずっとぴっちりスーツでしたからね。久しぶりの服塗装だったので、なんか新鮮な気分でした。そしてなんといってもスカートがあるのはいいですね。覗こうとする楽しみがある。そんなこんなで今日の動画はこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱いグッドボタン、熱いコメント待っているぜ。さーて、これで個人的に気になっていたプラモは大体片付いた気がするぜ。あとは奴の改造に、何を言っているのかな、もう一人の僕、相棒。改造に専念する？君はこの二つのプラモの誘惑に勝てるのかな。30ミニッツシスターズだと？そういえば荷物が届いていたようだな。あの中身はそれだったのか。どうなんだい、誘惑に勝てるのかい。やめろ、俺はそれどころじゃないんだ。ミーティアも着手したいんだ。素直になりなよ。君が作りたいのは小悪魔かい、それともウサギかい。それは小悪、いや、ウサギも悪く、いやしかし、いや待ってくれ。くそ、どうやって戦えばいいって言うんだ。こいつはまたプラモの制作の計画をしっかり立てねばな。みんなもできるだけ積みプラをなくすように頑張っていこうぜ。それでは俺はいっちゃんのパンツを眺めるためにここらでターンエンドだ。また次回の動画でまた会おうぜ。またな。